テルミナは、金市町駅にある商業施設である。1960年5月4日に設立された、株式会社金市町ステーションビルが、駅舎の建設工事費を、地元の民間企業などが出資して負担する代わりに、駅舎内に店舗などを設置して営業した民衆駅の一つとして建設し、1961年11月28日に営業を開始した駅ビルである。 開業当初の名称は駅ビルキン市長であったが、1972年7月にテルミナへと変更された。バブル期の最盛期には年間売上高150億円を記録したが、1990年代後半には100億円を割り込むところまで低迷した。そのため、15年ぶりの大規模な改装を行うことになり、地下1階には北新水産やニュークイック、 鶴亀などの食品系、地上界には、ヨドバシカメラと、各分野の大型専門量販店を導入し、2000年4月7日に、新装開業した。JR 錦糸町駅に直結しており、南口駅ビルのターミナ、南口別館のターミナ3、北口改札両脇のターミナ2からなり、100店舗以上のショップと施設を備える。なお、テルミナ、テルミナ2で使用できる。 テルミナポイントカードを発行していたが、2016年2月23日より、JR 東日本共通ポイント、JRE ポイントに切り替えとなり、2017年2月末日をもって廃止となる予定である。明治期には、歌人、小説家の伊藤幸男が牛舎を構え牛乳の製造、販売を行った地であるため、店舗の前には、可否が立てられている。ありがとうございます。